さあ始まってまいりました学力王決定戦。今回は誰が優勝すると思いますか源さん。難しいですね。どうですか源さん。いやどうですかね源さん。難しいですね。それではレッツ学力王。頭を柔らかくして考えてください。母が父になるには何をつければいいでしょう。さあこちらの問題、どこに着目するかが鍵になってきます。まさしく IQ が問われる問題です。ここでジェルが答える。ちっ、なげねえだろ。サタンが答える。ジェル、ほんと下ネタとかやめようよ。その通りだ。さあサタン答えをどうぞ。ちっぽ、同じじゃねえか。さあモモ答えをどうぞ。あ、待て、お前も下ネタだろ。いや私は女の子なんでそんな卑猥なこと言わないですよ。お、じゃあ答えをどうぞ。同じ。お前らマジ思考を変えてくれ。そんな直球ストレートな問題出さんわ。ここでユリが答える。母に丸をつけるとパパになるから半濁点の丸。正解です。そう、ちっぽじゃありません。それでは続いてマッチ問題。マッチを1本動かして都道府県を作りなさい。さあ昨日に続いて再び都道府県を作る問題。答えられるのか。ジェルが答える。あんまり期待してないけど。先生、俺これガチでわかりました。え、マジで？本当です、マジで。ちょっと感動の瞬間見ておいてください。いきますよ。これをここに置くと、ほらカタカナのカに漢字のカで香川になります。どうですか先生。マッチ問題始まって俺初めて答えわかりましたよ。いや、サタンモモ、俺やったよ。すげーよジェル、よくやったよ。よくやったジェル君。ジェル、はい、答え違うわ。カタカナのカに漢字の皮はちょっときつい。え、あ、トイ答えをどうぞ。これをここに動かすと横から見てカタカナの見えになります。正解です。まあまあ、でもジェルのもすごい惜しかったよ。うん、正解みたいなもんだよ。うんね。うわー、なんだよそれ。横から見てカタカナの見えよりさ、カタカナのカに香川の方が絶対正解でしょ。うわー、なんだ。ジェル気にするな、僕はジェルの香川の方が好きだぞ。私もジェル君の香川の方が好き。ありがとう。お前らなんか熱血ドラマなってるよ。動画見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。動画の他にも裏話を話す生放送をしてるので、ぜひ来てくれよな。詳しくはツイッターをチェック。